いつもありがとうございます。デルリー村上です。今回は、欲望リストと恐怖リストということでお話します。欲望リスト、恐怖リストというと何でしょうかね。まあ人に与えるスキルの根源とも言えます。まあ、多くの言葉に皆さん反応してませんか。多くの言葉といってもまあちょっとしたまあ、言葉、キーワードで感情が動くことがありますよね。喜んだり、悲しんだり、怒ったり。まあ、言葉っていうのはすごく感情を動かす、まあ、道具というかツールですね。まあ、こういった多くの言葉に反応するということなんですけども、まあ、そういった多くの人たちから常にそういった言葉で心理誘導を受けています。まあ意識しないと、まあ感情がこう、自分でコントロールできないですよね。言葉で、反応してしまうんですからね。意識すると、まあ、何に自分が反応するかということをあらかじめ、認識分かっていれば、まあ、どう対処するかというのも容易ですね。簡単です。まあ、そういった意味では意識すると、そういったメディアですね、いろんなテレビとかラジオとかまあ、ソーシャルメディア、 SNS とか、まあ、インターネットのいろんなブログの情報とか、まあ、特にそういったメディアというのはネガティブな、まあ、マインドコントロールを受けていることに気づかないです。今の話です、まあまあ、気づかなくて、そういったまあ、特に恐怖ですよね。恐怖っていうのにすごく避けたいものとかに興味を人っていうのは受けやすいですよね。あらかじめあなたの欲望リストと恐怖リストというものをこうリストアップ書き出して細分化しておくと、まあ、何影響に受けやすいか明白になるので、まあそれは、まあ、つまりはあなたの弱点ということになりますから、それが分かっていると非常にこう、いろんなものに影響を受けにくくなります。まあ、軸が持てるというか、軸がぶれないというのはそこだと思いますね。あらかじめそういったものをこう認識しておく、で継続反復してそれを、まあ、見ておくと、どん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 強化されて、軸ができていくということになります。まあ、恐怖リストっていうのはですね、欲望リストの2倍のパワーを持っているんですよね。まあ、これに気が付くと、ものすごくこう、恐怖のポイントというものをあらかじめ分かることっていうのは、分かっておくということは非常に大事だということが分かります。まあ、簡単に言うと、その何かを避けたいという気持ちは、何かを手にしたいという、まあ、気持ちよりも2倍の力が働くということですから、すごくこうパワフルというか、非常に気をつけなきゃいけないポイントですよね。まあ、多くの人は手にしたものを失いたくないんですよね。まあ、よくメディアというか、特にテレビとかは、まあ、多いんですけども、まあ、ネガティブで恐怖感のある情報を選んで、まあ、そういったものを編集して発信している傾向にあります。要は煽ってますよね。扇動してます。今の話から興味づけ、関心を得る効果がポジティブで幸福感のある情報の2倍あるからだからですね。まあ、よく例えば皆さんでも皆さんでもですね、いろいろと経験が終わると思いますけども、まあ、投資とかですね、株をやってる人は、まあ、値が下がっているもの、なんとかその値が下がっているのを持ち上げたいということで、いろいろお金を、まあ、入れてしまう、どん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 、まあ、それを煽られてくる。まあ、ビジネスではもう売り上げが落ちているものをこう底上げしたいとか、健康では今あるその健康よりも病気ですよね。病気とか、まあ、美容整形でも
なんていうかシミとかそういったものにこうどうしても注力してしまう。で、友達とか恋人とかも相手のその不快な、自分が不快な癖とか機械な行動に集中して考えてしまいます。そしてまあ良い面が見落とされるということが多いですよね。まあ、意識してこの逆暗示をしないと、まあそういったマインドコントロールされやすくなるということですよね。そういったこう弱点に向かって相手はそれを見つけてマインドコントロールしようとしています、してしまうので、それにまあ罠に落ちてしまうことがあります。まあ、対抗するにはそのうまくいっているもの、うまくいっていることに集中するということですね。まあ、いろんなその病、いろんなあの、先ほどお話ししたその値が下がっている株とか売上が落ちているものとか病気とか、あの相手のその不快な癖とか機械な行動に集中すると、まあ、どうしてもそのそれを何とかしたいということで行動の力が働きますよね。何かしたいではなくて、それと上手に付き合うということです。対抗するにはそのそういったもののですね、うまくいっているもの、うまくいっていることに集中するということですよね。まあ、損切りっていう言葉がありますけども、損切りが大事で、そのリスクを払う覚悟をすると、まあ、意識的にも好転するということです。まあ、この原理っていうのはものすごくこういろんなものに使われていますよね。うん、だからこういう恐怖っていうのはこう、あとは慣れてしまえばいいんですけども、まあ、慣れないというか、もう自分の潜在的に持っている恐怖っていうのを洗い出さないと、その恐怖を煽られてそういったマインドコントロールを受けます。まあ、説得されたり、まあ、催眠とか洗脳のスキルというのがそこに隠されています。まあ、開発されるその根源はそこを皆さん研究されてるんですよね。全ての技術はこの、恐怖、 あなたの恐怖から来るものです。で、なかなかその自分でも気がつかないですから、そういった欲望リストとか恐怖リストというものを常日頃から考えて、ある一定期間にその見直したりとか更新したりとかすることで、まあ、そういったいろんなですね、その影響を受けるのを跳ね返すこともできますし、ひいてはそれを少しこう応用すると、あなたの説得術とかマインドコントロールとか催眠とか洗脳に生かすこともできます。まあ、そういったものをですね、まあいろいろ気づかせてくれたりとか、開発する手伝いをするいろんな教材もあります。毎回あの紹介してますけども、ジュニアコピーライター養成講座っていうのがありますけども、そういったものを総合してこう、根源のものから説明があって、それをスキルに応用するっていうのは、まあ、いろんな、まあ、あのテストが必要ですけども、そういったものをうまくいったこと、まあ、失敗したこともありますけども、うまくいったことをこう、伝えてもらえるっていう、そういった教材に出会えるっていうのは非常に大事なことだと思います。まあ、それをうまくその光を与えるスキルに変えていくのが、まあ、あのいろんな生活する上で、まあ、人生をこう、営んでいく上で非常にこうパワフルで、まあ、かけがえのないスキルに変わっていくと思います。今回は、欲望リストと恐怖リストということでお話ししました。ありがとうございました。